この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。7月2日土曜日、北海道でツアー7公演終了、お疲れ様でした。そうや、もう終わってるんだよ。早かったな、まだ終わってないけど。なんだろう、やっぱさ、7公演といえど2日やってるとこがあるから、広島、福岡、大阪、名古屋っていうのは土日だからさ、だから多分 1,2,3,4 5週間まあ、5週間でも結構長いっちゃ長いのかもしれないんだけど、まあ、毎週末だけだし、結構まあ体感的にはすごい早かったな、早いなっていう感じだね。だってさ、ライブやってなくても1ヶ月なんてさ、特になんか変わったことやんないからあっという間にもう過ぎちゃうじゃん、この年になっちゃうとさ。だから本当にもうあっという間に夏になって、じゃあ梅雨もうすぐ終わるかもしれないしさ、夏なんだなーっていうね感じはしてるなー。アコースティック楽しかったよ。なんかね、ある意味気が楽で、ある意味すごい気を張る感じなんだけどさ、やっぱ振り付けとかがあると、振り付けのことが気になって歌の方にあんまりこう気持ちを置けなかったりとかってあるんだけどさ、でも逆に言うと振り付けがない分歌だけに集中できるから、ちょっとでもミスったらすごい気になっちゃうわけ、自分の中で。だからそれですごい気を張ってとかっていうのはまああったけど、でもまあなんか楽しかった、総じて楽しかったし、なんかそのいつもやってる振り付けありきの、まあ、ダンサーちゃんがいるようなライブはあれはあれで楽しいけどさ、でもまあまだね、みんなコール言えたりもしないしさ、なんかいろいろ考えるとこういう形のライブがあるのも、まあ、なんかいいなって思ったから、共存できたらいいななんていう風にはね思ってはいるよ。あれ、なんか冒頭から真面目なこと喋っちゃったから、多分あれだ、スノーマンのファンの人聞くのやめちゃったと思う、多分あ、すいません、戻って、まあまあでも戻ってこなくて、今日そんなになんかね、なんかなんだろうな、今日ね、先に言っとくわ、多分楽しくないからいつもが楽しいのかも分かんないよ、分かんないんだけど、なんか多分そんなになんだろう、わぎゃーってなんないからさ、みんなわぎゃーってなってんのが多分好きだからさ、そんな風になるテンション感じゃないから、まあいいよ、30分後にまた文化放送つけたらいいと思う、分かんないけどうん、なんかそんな感じだなってなんかライブは思いました。あとはやっぱしそんな今ご飯食べに行ったりとかもさできるからさ、それも込みでちょっと楽しかったりとかもあるけど、まあでもなんだろうな、まあ、大体こじんまりと黙々とご飯を食べて、夜中に。それがさ、何食べたかってさ、まあ、仙台はまあそんなちゃんと食べれなくて、っていうかその前にそのライブハウスでいっぱいご飯食べさせてもらったからお腹いっぱいになっちゃってさ、ほんでその広島、福岡、福岡でご飯食べたんだけど、なんかね、ゆかりはラーメン屋さん、好きなラーメン屋さんに行きたかったの。でも屋台みたいなところにやっぱ行きたい人もいてさ、ほんで屋台の方に行ったんだけどさ、屋台ってさ、ゆかりラーメン屋さんだと思ってたんだけど、ラーメン屋さんではないんだね、きっとね。屋台は屋台なんだね。あ、それでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。ほんでさ、屋台ってさ、あんま地元の人行かないから、ラーメン屋さんだと思ってたのよ。だからラーメンメインじゃなくって、どっちかっていうとお酒を飲んだり、あとその何、一品料理、お酒の要はつまみになるようなものがメインなんだね。だからさ、逆にそのメニューをホームページ両方見て調べてた時に、なんか逆にそうやって焼き鳥とかがあるお店の方がいいなっていうか、あれも思って、それで屋台の方にさ行くって言って行ったんだけどさ、だからなんか焼き鳥食べれたのは嬉しかった。でもだからラーメンはね、本当にちょっとしか食べなくって、人から小皿に最初に入れてもらった一口二口ぐらいしか食べなかったんだけど、焼き鳥はやっぱね、もうなんか毎日でも食べたいね、豚。
いや豚バラはさやっぱ食べたいよ、一番好きだわゆかり、やっぱしそりゃ塩味でしょ、豚バラタレ味で食べる人いんの？嘘でしょ、塩よ塩塩、しかもさもうなんかしょっぱいやつね、ナトリウムみたいなやつを食べたい。だって前も言ったけどさ、これ角煮を作る時にさ、その豚バラを先に焼いて油を落とした時にもう、ね、焼き鳥の匂い超しててさ、やっぱ豚肉は豚バラ肉はもうこんがり焼くに限るなと思ってさ、やっぱそうね。で福岡はさその居酒屋さんにも行ってさ、その居酒屋さんにもやっぱし焼き鳥はあったんだけど、そこの焼き鳥はちょっと豚バラが大きかったのよ。おそれはそれで美味しいんだけど、ただやっぱそのゆかりが望んでるのはもうちょっと小ぶりでさ、竹串もあの細いさなんか安い竹串あるじゃん、あれにもうちょっと刺さってて、ほんやがもうペラペラでちっちゃくてこんがり焼けててみたいなやつなわけ。もう塩を食べるみたいなことよね、だからね。だからさ、こうやってでもね福岡の人にはわかるけど、なんか他の地方の人だとやっぱ大きいやつの方がいいじゃんみたいにさなるんだけどさ、そ東京の人向きのやつじゃないやつなんだよねって思いながらもりもり食べてた。あのどんどん怒りが追加で頼むもんだからさ、みんな若干引いてたよね豚バラばっかり頼むもんだからでもなんかやっぱ食べたくなっちゃうんだよな豚バラは。なんかさ、いかり食べたいものだけを食べたいからさ、その例えばじゃあ豚バラなんてさ先に頼んでさ、後半はやっぱみんなこうさっぱりしたものとか食べたくなるじゃない、例えばお蕎麦みたいなささっぱりしたやつ。もうでもゆかりそのラストオーダーですって言われた時豚バラ頼むからね今から豚バラですかみたいなそれぐらいやっぱね、食べたいなって思っちゃうんだよね。ほいで名古屋では手羽先をさ食べてさ、すっごいベターに手羽先がやっぱし食べたかったの。っていうか他に何があるかもよく分かんなかったし、なんか夜遅かったからさ、その居酒屋さんとかは空いてるけど普通のお店ってやっぱ多分設定的にもう最初からそんなに遅くまでやんないみたいでさ、なんかなくって、で居酒屋さんは別にどこでも行けるしなと思って、全国チェーンのところはと思って、まあわりかし全国までは行かないけど東京にも進出してる手羽先屋さんで手羽先食べたね。でもやっぱ東京でも食べれるけど東京で行くかって言われたら行かないしさ、だったらなんかその本拠地みたいなところで食べたいなって思ってね食べましたね。でさそれはさゆかりそのラストオーダーの時にさ、すっごい悩みに悩んで、夜中だったからめちゃくちゃ悩んでさ、うーんって思ってさ、ごま団子食べたいけどどうしよっかな、ごま団子うーんごま団子ってずっと言ってたの。そしたらさ、注文頼む時にさ店員さんからごま団子ありませんって言われてさ、ああ聞こえてたならもうちょっと早くもうちょっと早く言ってくれよって思いながら品切れですって言われちゃってさ、彼ねごま団子も好きなんだよね、多分ねごまが好きなんだと思うんだけど、本当はごま団子の中身はごまあんの方が好きなんだけどさ、でもまあ名古屋って多分あんこ推しでしょ。あれさ名古屋があんこ推しなのはさ、三重県に井村屋があるからなのかな。なんであんこあんなに推してるんだと思う。だって別にあんこの本拠地ではなくない、愛知県って。え、井村屋さんって三重県だよね確かね。だってさ三重県のアンテナショップに行くと井村屋の缶詰いっぱいあるよ、あんこのあのスーパーとかで売ってる小豆の缶詰。だから多分三重県だってゆかり思ったのね、合ってるよね、分かんないけど、あれ違う。でもそうやって言われると宮城にもさ看板出てんだよね、井村屋の看板。なぜそんなにあんこが好きなのか、その理由は東海地方のん茶の実、茶の湯文化。近くに三重県があるからじゃなくて、ゆかりの大好きな井村屋さんがあるからじゃなくて、でもさ茶の湯文化があったとしてもさ、別にごまあんでもいいじゃん、お茶に合うよごまあん。ねえ
お抹茶とかだって合う、白あんだって合うよ。江村屋ほら三重県でしょ。そうなのよ、それはもう知ってた、アンテナショップで見たし、なんならゆかり井村屋さんで通販たまにする。自分家に買うんじゃなくて人の家に押し付けて小豆バーとか送りつけてるからそれで知ってた。違うのかな、なんでだろうな。なんかトーストに乗せたりとかもさ、愛知県なの、名古屋なの、それもちょっとわかんないけど、喫茶店みたいなことでしょ。そしたら東京は本当にないの、小倉トーストって喫茶店ないのかな、文化としてはない。あー、だからその小倉トーストが売れるよっていうので取り入れてるお店はあるかもしれないけど、そもそもの文化としてあるわけじゃないから、どこのお店でもあるってことじゃないよね、きっとね。それはわかる。でもさ、じゃあお家でもさ、トーストにあんこ乗せるわけ、愛知県の人たち。まあ人それぞれだとは思うけど、でもさ、選択肢として出てくんのかな。ゆかりはさ、食パンとかに乗せるんだったら、まあ大体しょっぱい方が好きだからチーズがいいなって思うし、まあそれか、まあジャムとかだよね。ジャムを乗せる理由はなんか家にいっぱいジャムがあるからっていうだけなんだけど、でもさ、トースト買うときにさ、あんこも買おうって なるのかな。もしかしてあんこなんてさ、いやまあ井村さん大好きだし買うのに言うのもなんだけど、あの缶詰でさ、ハーフ作ってほしいよねなんつったらいいの、多いのよあれ。まず今日日さ、ジャムだってさ、本当にすっごいちっちゃい、まあ1回分2回分ぐらいで終わるジャムあるじゃん、すっごいちっちゃいやつ。あんこもさ、そうしてくれたらいいのにって思うけど、だったらあの固い小豆みたいなの買って、ま、自分でやれよなのかもな。でもそんな少量の小豆であんこ作りたくないよな。コーンは小さい感ある。あ、そうなの、見たことない。あるの、どのぐらいちっちゃいの。普通の缶がさ、ハーフ、見たことない。でも確かにコーンわかんないけど、袋に入ってるやつもあるでしょ。豆とかもさ、なんつったらいいの、あのサラダクラブみたいなやつ、あのね、パウチみたいになってて、だってその分賞味期限は短いんだけど使い切れるよみたいなやつあるもんね。ツナもあるの、小さいの。缶は見たことない。そうなんだ。でもさ、じゃあ小豆ももしかしたら見てないだけであるのかもね。だって大きいものだと思ってるからさ、だしそんなに日常で使わないから、そのぜんざい作りたいなぐらいの時にしか買わないから、あんまり確かに注目してなかっただけかもしんないな。それで言ったらさ、小豆もさ、小豆っていうかあんこもさ、袋に入ってるやつあるはあるよね。ただ1キロとかだけど、だからさ、袋がさでかいんだよ。そんなにはね、いらないんだよね。ちょっと今は見つからないみたいな。あー、そっか。ただまあちっちゃいのがないっていうことは売れないからないんだろうから、それを無理やりそのね、一個人の欲求として出してくれって言っちゃうのはさ、そりゃさ、会議にはかかってるよ。そんなのさ、素人が思うことなんかさ、プロはとっくにさ議論してるんだからさ。なんか社長、あんこの半分のやつを出した方がいいんじゃないですかみたいな。あ、粒あんの、それ何、それどこのやつ、井村屋。あ、チューブはあるんだ。はあ、トーストにつけるのにはちょうど良さそうだね。それ何、それ何、袋に入ってる粒あん小分けされてんの、あるんじゃんでもやっぱ缶じゃないんだね。缶は作んなきゃいけないもんね。缶コスト高そうだもんね。あるんじゃん。じゃあもう解決わかんないけど、だってあるもん。もうさすが井村屋だないや、すごいと思う本当にね。あるのか。で、期待しよう。そのお砂糖が控えめのやつとかもさ、もうどうせあるんでしょ。白あんはないのかねもうめっちゃ言うやんゆかりはね、黒あんも好きだけど白あんも好きなのよ。
白あんはないのかな。白あんってさ、どこで買えるんだろう。あのお菓子の材料を売ってるお店では売ってるけど、白あんとかって、白あんのなんかそういうのあんま用途ないもんなね。でもさ、それこそ藤子とか出してないかな。井村屋はなんか黒い小豆専門な気はするけど、雰囲気的に藤子はさ、なんかもうありとあらゆる豆をなんかこうなんかしてるでしょ、いい感じに。ないのかなね。なんかそういうのって気になりだすとちょっと面白いよね。ね、じゃあメールを読んでいきますかね。みどりっこさん、ね、いつも楽しく聞かせてもらっています。セブンイレブンで期間限定の幸せの青いスイカバーが出ていますね。ゆかりんはもう食べましたか。あとみぞれバーの復刻版もセブンから出ていましたが、あのアイスがまた食べられる日が来るとはめちゃくちゃ嬉しいです。これさ、青いスイカバーの話はゆかりも知ってて、ほいでさ、今日たまたまセブンに昼間行ったからさ、見たんだけどなかったんだよね。あのスイカバーの大きいやつはあったけど、青いやつなくってさ。まあ、でもあのこれに関しては、ま、あったら買いたいなとは思ってるけど、なんつったんだろうな、あのなんていうの、青いからって別に青いスイカじゃないもんね。なんて言ったらいいの、あの何味なんだろうね。でも多分甘い味よ多分目つぶって食べたらどっちがどっちか分かんないと思うんだよな。分かんのかな、だってこれスイカじゃないもの、評価だからさ、氷だもんね。氷に色と味がついてるやつ、まあ、だもしかしたら香料でなんか匂いで多少の違いは感じるかもしれないけど、何味なのか分かんないもんね。ブルーハワイだったらいいな。ブルーハワイ味ってどんな味なんだよ甘い味としか言いようがないよね。分かんないな、ブルーハワイ味って本当に何味あれ。ミントでもないし、何味、ソーダでもないよね。何味だ、ブルーハワイ。ブルーハワイというお酒があるの。ブルーカクテルみたいなこと。何と何が混ざってブルーハワイなんだろう。ブルーハワイ味って、じゃあそれを意識してる味っていうこと。でもさ、アルコール分ないからただの甘い味だよね、やっぱきっとね。それさ、 お酒入ってるスイカバーだったらなんか良くない、ブルーハワイ味の。なになに、見えない。味は何と何、キュラソーね。あー、なるほど。とパイナップル、あーレモン、あー言われてみたら、あーだわあのノンアルコールカクテルとかにもあるもんね、確かにね。あーだわ。ただ何味なのかは正直よくわかんない。甘くて美味しい味。それさ、お酒入ってるアイス作ってくれたらいいね。でも子供が間違って食べちゃうからダメなんだろうな。でもそんなのチョコレートだって一緒じゃない。だから作ってくださいそれではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、合言葉より田村ゆかりでケセラセラ。気をつけば同じ顔、好きも嫌いもあなた度胸に見つかりたがってるほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来て、めくれにうずめた吐息と好き、ケセラケラって言ってみた、少し震えた唇を噛みしめてまたあなたを思い知る、ため息に
得する姫、損する姫。生活の知恵という名のお着で成功して得したり失敗して損したり、あなたのお着技を教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。ゆいげつさん、サイゼリヤの人気メニューの一つである若鶏のディアボラ風をよく焼きにしてもらうと、皮の部分がパリッパリになりチキンがよりジューシーになるのですが、実はサイドメニューの香味チキンやピザでもよく焼きのパリパリ食感を楽しめたりします。ただしあくまでもご好意でやってもらうので時間帯や店舗によってはできなかったりしますが、判定します。これはちょっとやってみたい気はするけど、ただゆかりサイゼリアに行って若鶏のディアボラ風っていうの頼んだことないな。これ何？ディアボラ風って何？なんだこれ。だってこれサイゼリアで頼むのって大体さ、もうめちゃくちゃメニューさ魅力的すぎてさ、でも一人だからさそんな食べられないのよ。ミラノ風ドリアのなんかちょっとトッピングされてるいいやつ頼んじゃったらもうさ他食べられないのよ。そんななんていうの、気持ちだけは食べてるけどさ、だから若鶏のディアボラ風を見たことがない。玉ねぎとのペーストとかがなんか乗ってるみたいなこと。はー、鶏肉に玉ねぎが乗ってる、刻んだ。それねゆかり頼まないわだって玉ねぎが苦手だからそりゃゆかりの目に入ってないと思う。なるほどね。でもまあ好きな人は美味しいかもね。そのコンビチキンとかだったら玉ねぎきっといないだろうしさ。でもねゆかりはミラノ風ドリア食べたいんだよな。絶対食べたいし、なんだったらミラノ風ドリアが食べたくて行くぐらいの感じあるからさ、頼めないんだよね。だからびっくりドンキーであのカレーのやつ頼んじゃうのと一緒なんだよ。他にもいっぱいあるのにさ頼めないのと一緒なんだよね。皆さんのお着エピソード教えてください。お便りお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より田村ゆかりでそれは奇跡なんかじゃない。沈む飛行機雲、空の泡が消してゆくわ。寂しい目に映る空は色がない。あなたの好きな服ばかり選んできたのに、またいつの間にか見えなくなる私がいる。
どそろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。ディアボラは悪魔、悪魔、悪魔風ってこと。マントを広げる形、どこが？え、なんかすげえ謎が謎を生んだから、むしろ頼んでみたくなった。謎すぎ。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。決めすぐ冷ましてしまう。